緑円の2500ワットのインバーターで電子レンジが動くか検証してみた。バッテリーは 12V200A を使用。検証に使うのはこの電子レンジです。この消費電力ですが使えるかな？まずは弱から始めます。弱なら余裕だと変な自信が。弱でも、1000ワット弱、消費するとは、中の500ワットなら、いくら消費するやら、心配になってます。消費電力は上がったり、下がったりするとは、思わなかった。弱なら問題なく動きました。コップの中身を捨てて、水を入れて次は中の500ワットです。ちょっと、ドキドキしてきました。中でも1000ワット以下だとは、なんか、力が抜けた感じです。弱と中の違いって、出力じゃないのか？次は600ワットです。1000ワット超えるのかな？ちょっとドキドキしてきました。大丈夫かな？1000ワット超えないの？もしかして、レンジが潰れてる？レンジじゃなければ、インバーターが、潰れてるのか？なんか、わけがわからなくなってきました。最高出力の700ワットなら、定格消費電力の1100ワットになるのかな？コップの中身を入れ替えてます。さてさて、どうなるやら、動くかどうかの検証するはずが、1000ワット超えるかどうかの検証になってます。やはり変です。500ワットも、700ワットも、消費電力に差がないとは。700ワットでも動いたのですが、このまま使っても良いのやら？そういえば、このインバーターには 50Hz と 60Hz の切れ替えスイッチがついてます。レンジは 60Hz です。インバーターのスイッチが 50Hz になっているのでは？レンジが止まったら確認します。インバーターを確認すると 50Hz になってました。60Hz に切り替えて検証のやり直しです。今回はいきなり 700W で検証です。ちょっと見にくいですが 1308W です。定格 1100W の消費なのに 1300W 消費してるとは、使えるのが分かったので、次回の車中泊にレンジも積んでいきます。最後まで見ていただいて誠にありがとうございます。